ダービー豊橋第3日、これから1レースお楽しみください。快晴美風で向かいました豊橋競輪場です。3日目第1レースのスタート準備がすでに出来上がっております。 S 級の一般戦です。今号砲一発でスタートしました。第1レース S 級の一般戦は 2025m 周回5周で争います。今日3日目前半のレース解説はスポーツニッポンの島秀夫さんです。島さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は快晴ですね。そうですね、風もなくて、ねほとんど風もありますもん ね、 ね、北の風 0.5 と発表されましたけれども、ほとんど風がありません。少しこのバックが向かい風か。第2コーナー回っていきます。気温14度、絶好のレースコンディションになります。さあ6番の小山が前を取りました。2番と8番の荻原、関東勢前段です。まあ、問題は中部近畿の折り合いがどうするかでしょうかね。そうですよね、はい、どのような協力体制になるのか、連続策になるのか、はい、ちょっと興味があるところですけどね。3番手に9番の近藤、後ろは5番の山原であります。それから7番の高井博明、2番の岡田茂と4番杉田、そして1番の角野、3番こいつがこれに絡んでおりますけれども、こいつは車を下げて1番の角野マークになりました。高井が前を取っておりますけれども、これでどうでしょうかね。7番2番4番1番この形で中部近畿お礼がついたかどうか。3番こいつが最高です。どうですか島さん、この形で一応は進んでいくんでしょうかね。そうですよね、高井選手から攻められるんじゃないでしょうかね、はい、中部近畿勢高井が一番前であります。4コーナーをカーブしました。6番の群馬の小山、2番手は埼玉の荻原、3番手が岡山の近藤であります。後ろは5番の高知の山原のマークであります。そして7番の高井が現在中段の5番手、6番手2番の岡田茂と、その岡田の先行力につけるのか4番の杉田、そして1番の角野があります。3番の小磯が最高峰です。体勢縦1列です。どうでしょうかね、高井が先に動いて岡田あたりの先行になるか、あるいは高井がそのまま抑えて先行を切るかですね。そうですね、6番選手の出方とかね、はい、9番選手の出方によって変わってくるんですけどね、はい、4コーナー回りました。6番の小山が相変わらず先行体制を取っております。埼玉の荻原2番手です。3番手は岡山の近藤です。残り2周、後ろから中部勢が動いてきます。さあ中部近畿ライン、7番の高井がやはり1番前で戦いそうであります。その後ろから今度は2番の岡田であります。岡田先行が絡んでいく。9番の近藤、近藤絡んだ4番の杉田の横に並んできます。さあ近藤が2番手の競争か。インコース9番の近藤、外が4番杉田、しかしこれは杉田が阻んで、その外側が1番の角野が行きました。第4コーナーを回ります。インコースちょっと詰まった形の近藤です。さあ近藤中段です。今度は5番の山原をどかして、さあ3番手4番と9番の近藤であります。最終回第2コーナー回ってきます。先頭2番の岡田、2番と4番の杉田、3番手が角野、そしてインコースが今度は7番の高井か。高井内側から再度今度は3番の小磯か。3コーナーのカーブ、先頭4番の杉田、バント分けであります。杉田のバントが2番と1番の角野、第4コーナーあった。そして3番と9番近藤直線コース、先頭4番杉田、2番手から角野が差し込んで、角野か、角野が勝ちました。4番の杉田が残って2着か。第1レースの一般戦、結局は番手もあった角野正秀、直線差し込んでおります。まあ、島さん、2番手から4番の杉田のまくりという形になりましたね。そうですね、中部近畿がうまく連携して、はい、角野選手が1着という形でしたしね。4枠の2人、内側の4番の杉田がかなり残ったような感じですけれども、正式決定まだ待ちください。勝ったのは1番の角野正秀です。番手まくりの4番の杉田正秀選手、牛が61期です。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、それでは、スポーツ一本の島記者と振り返ってください。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。予選、一次予選に続いて、杉田選手と連携で、そう、うまく今日は、ワンツー決まりましたし、ね、そうですね、はい、まあ、中部勢が、まあ、なんていうんですか、前でかけてくれて、そうですね、うまいことね、援護を救えた形になってね、良かったですね。展開的にはね、はい、これ以上ない展開でしたしね、はい、そうですね、後ろが、9番ね、はまってるの見えてたしね、あ、早めに踏んでくるからね、
と思ってちょっと開けて杉田君もね残ってほしいし、そうですね、はい、調子が今一歩悪いんですがね、展開的に恵まれましたね、はい、いやいや、まだ明日一日ありますし、明日は選抜でしょうから、はい、ね、ぜひ頑張ってください、はい、あの一言いいですか、はい、どうぞ、あのね、次2レース中井君、はい、滋賀県の走るんでね、この開催中に子供生まれたそうなんでね、ぜひ頑張ってほしいなと思って長井君に、はい、エールということですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、どうも、はい、おめでとうございました、門野正秀選手でした、決定です。第1レース1着1番門野正秀、2着4番杉田清則、3着5番山原俊秀。三河の国愛知県豊橋競輪場です。今日はどこまでも青い空が広がっております豊橋競輪場3日目レースは第2レース一般戦であります。 2025m バンク5周で争います。専門解説は小葉健也さんです。小葉さんよろしくお願いします。お願いします。1番が愛知の金子隆、2番福井の桑野春之、3番福岡の内田浩二、4番同じ福岡で入江慎吾、5番が岐阜の日比野幸政、6番兵庫の中村義雄、7番が熊本の立山浩二、8番が滋賀の中井守、9番愛知の近藤幸典、以上の9人の対戦です。第2レースの一般戦であります。地元の金子隆、昨日からの補充出場であります。そして滋賀の中井です。74回生、愛知の近藤、第2レースの一般戦であります。まあ、このレースは中部近畿は分かれてという形になりそうですね。そうですね、はい、まあ、たくさんいるときにはですね、やっぱり、はい、中部と近畿ね、まあ、選手数も多いですし、ね、そうですよね、分かれるのが普通だと思いますけどね、はい、3番の内田浩二が前に取りました、まあ、問題はこの九州勢がちょっとこう直接の目標ありませんよね。そうですね、ですからまあ中段取りになるとは思うんですけどもね、はい、やはり九州勢、特に内田選手としてみれば、はい、中部勢のですね、主導権取りの中段を取りたいところでしょうね。まあ、福岡2人ですから内田をリレーという形になりそうですけどね。そうですね、はい、その内田が前を取って4コーナーを回りました。入江慎吾は2番手です。3番手1番の金子、それから7番の現在立山浩二がつけております。後ろ9番近藤、そして5番の日比野幸政、どうやら中部勢が中段になります。中部勢が中段です。立山が番手を失って車を下げていきます。8番中井守、それから2番の桑野春之、最高6番の中村、近畿勢候補待機です。結局福岡の2人が前受けですけれども、今度4番の入江が下げましたね。あ、そうですね、はい、入江慎吾がずっと車を下げて目標を入れ替えて、これで5番の日比野、中部勢の後ろに割って入りました。まあ、内田選手も下がりたいところでしょうね、これはね、はい、結局福岡の2人はできれば中部勢目標という感じになるんでしょうかね。そうですね、そう思いますけどね。その3番の内田浩二がまだ前を取っております。2番手が先行型75機の金子隆、地元の金子先行に変わりました。3番内田浩二が下げて、これで入江のやはり前に入るんですね、さあこの体勢で折り合いがつきました。まあ、こうなったら今度は中井の動きということになりそうですね。まあ、中井選手は後方7番手にいますから、はい、当然抑えて先行するような形に持ってくると思うんですけども、やはりこれ遅めに行くとね、うん、もう金子選手は突っ張ってでも先行するような、ね、構えでしょうね、はい、きっとね。形の上では九州勢も真ん中3人固まりました。3分線になりました。さあ残り2周からちょっと1番の金子がピッチを落としました。スローペースから8番の中井が先行に変わっております。中井先行です。九州勢も切り替える形で中段を取りました。3番の内田浩二と4番の入江、福岡の2人は4番手5番手であります。5番の日比野がちょっと切り替える形から前を上がってきます。さ
さあ今度はこの日比野のインキリから1番の金妻先行か。第2コーナー回ってきます。日比野が行きます。日比野が行きます。前方8番の長井先行ですが、あと600から5番の日比野が飛び出しました。そして1番の金子がこれ先行です。3、4コーナーで金子先行取りました。9番近藤が2番手、外から3番内田浩二、4コーナー割って内田が追い上げまことになります。さあ1番の金子の先行に3番内田が追い上げまことにした。うまく追い上げた3番内田が2番手を取ります。3番手が9番の近藤、それから7番の立山、あとは4番の入江、外に待って8番の中井まくりか。バックに入めた、その中井と中段から7番の立山まくった。3コーナーのカーブ、先頭金子、2番手3番内田浩二、外から7番の立山、かなりいい勢いでまくってきます。さあこの球種の2人が並んだ。4コーナーってインコースか、8番の中井か、直線になった。3番の内田、外から4番の入江慎吾か。入江が出ました。入江慎吾がゴール前差し込んでおります。第2レースの一般戦展開的にはやや不利かと思われました。九州勢健闘しましたね。内田選手の追い上げといいね、はい、今度はちょっと前車間が空きましたんで、立山選手が早めに幕領域気味に行きましたけどもね、はい、それに乗った入江選手がよくまた直線伸びてきましてね、2着はね2番の桑野選手も外に伸びてますので、はい、3番の内田選手となかなか接戦状態ですね、はい、4番の入江慎吾が抜け出しました。しかしが2番の桑野晴之、それからインコース3番の内田浩二、この2人2着争い接戦であります。ビューに参ります。入江慎吾選手です。おめでとうございま す、はい、ます小葉健也さんと振り返ります。おめでとうございました。ありがとうございました。よく伸びましたね今日はね、はい、1着は昨年の11月以来みたいなんですけど、はい、ちょっと取れてなかったですね、はい、うん、なんかこの前も地元で取れそうな部分あったんですけど、どうなんですか最近その自力に関して。いややっぱりちょっと若い人が多いから、うん、ちょっともがき合いまではしたくないなと思って。もがき合ってまで主導権取るんじゃなくて、はい、チャンスがあればやっぱりいつでも出したいという気持ちあるんでしょ。そうですね、うん、初日もそんな感じできましたけどね、残念ながら後ろに入られちゃったんだね、はい、もう今日みたいな感じで前が動きがあってそれに乗っていくと実力が出ますよね、やっぱり直線はね。たまたまですね、はい、今日でもやっぱりこういう風な感じとか、例えば自分がまくるようなね、前が主導権争いして若い人たちが主導権争いして、はい、で自分がいいタイミングでまくれるっていうタイミングになりさえすれば出せるぞっていうようなトレーニングはいつもやってるわけでしょ今でも。そうですね、はい、うん、もう昔の自力の時と変わらない練習はやってるんですけど、はい、あとやっぱりそのみんな若い人たちがどんどん出る距離が早いから、はい、気持ちでちょっと負けてる、はい、そうでなければね、はい、まだまだ僕十分にやれると思うんですけどね、はい、あとは気持ちの問題で、はい、まあ、こういう一着を機にね、はい、また初日もいい動きだったんで、はい、動き悪くないと思うんでね、はい、また、明日はボーンと一発まくりで出るような感じで頑張ってほしいなと思います。頑張ります。明日頑張ってください、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。入江慎吾選手でした。では決定です。第2レース1着4番入江慎吾、2着2番桑野晴之、3着3番内田浩二。ふるさとアビー3日目の豊橋競輪場です。競争は第3レース、連勝短縮に勝って一般戦 2025m バンク5周であります。今日はどこまでも青い空が広がっております。愛知県の豊橋競輪場です。風が少し第4コーナー付近から緩く吹いております。絶好のレースコンディションで向かいました。前半のレース解説がスポーツニッポンの島秀夫さんです。まあ、本当にその風が強い、重たいと言われたバンクですけども、3日間ともにそんな方がないですね。はい、まあ、この方がだけど選手にはそうですよね、現場のファンにもね、はい、いい気候条件だと思います、はい、1番が河野克也、2番神山豊明、3番地元の若松雅弘、4番岩田明久、5番広島の斉藤勝、6番が山内清美、7番三重の片岡博也、8番愛媛の林英治、9番兵庫の船出進。以上の9選手の対戦で行います。10時半現在で気温14度であります。状態を起こした地元の若松78期、そして愛媛の林英治、3分戦の形でこの福井の神山も近畿勢の前で戦います。岩田が最後に前傾姿勢を取りました。まあ、期待の若松が8着5着ですけれども、
どうですか、昨日は動いて5着でしたね。そうですね、逃げましたけどね、はい、今日はどうなるんでしょうね。4番の岩田が前を取りました。昨日2日目からの補充出場、地元愛知の岩田が前を取っております。2番手には三重の片岡が出ました。その片岡が岩田をかわして前に上がりました。3番の若松が3番手、地元中部勢がどうやら前段を固めてきそうであります。バックが少し向かい風、今日の豊橋競輪場です。7番片岡、3番の若松、そして4番の岩田、後ろ8番の林が4番手です。5番の斉藤勝、4コーナーを回りました。6番山内清美がつけて6番手回り、7番手に2番の神山です。後ろは兵庫の2人、9番の船出と1番の河野克也。レース2周回目、まあ、3分線きれいにお礼がつきましたね。そうですね、中段に前方が中部勢、はい、中段に瀬戸内、後方が近畿という形ですね。そうですね、まあ、この体勢で林もこのところ動いているし、神山が、まあ、今日3日目補充ですから、ちょっとこう先行争いが激しくなりそうな感じですね。まあそうですね、他のラインにしてみれば、はい、近畿を早く出させてっていう形が一番いいんですけどね。あ、なるほどね。まあ、近畿勢の2番の神山選手から動き出すでしょうからね、はい、その時8番の林選手がどうするかですよね。林も昨日動いて8着であります。その林は中段の4番手です。5番の斉藤、そして6番の山内と西のラインは中四国勢であります。後方に2番の神山、兵庫の2人がつけて9番船出、1番の河野が最後方です。三分線の形です。若松としては前を取ったんですけれども、突っ張っていく気持ちがあるかどうかですね。まあ、その場所によりてですね。あ、そうですか。前ではちょっと林によりてし、場所でどうするかっていう感じですね、はい、遅めの仕掛けならば突っ張っていこうという感じでしょうかね、はい、4コーナー余ったところ、2番の神山動いてきます。さあ近畿勢が動いて、3番の若松、その2番の神山の動きを見ながら踏み込んでいきます。さあ第1センターで3番の若松まず先行ですが、外から2番の神山、これを返しました。神山先行に変わりました。第2コーナー終わります。3番若松は中段に車を下げました。8番の林が今度は仕掛けていくのか、若松がずっと車を下げていきます。さあ先行は近畿勢であります。近畿勢先行を取りました。主導権は近畿勢です。8番の林は中段4番手、3番若松は7番手回り。さあ第4コーナー終わりきりました。神山の先行で残り1周であります。神山の先行です。2番手9番の船で、3番で1番の河野、4番手から早めに1番の林がまくります。8番の林のまくりか、2コーナーから枠合わせる9番船で、船出ました。そして後ろから3番の若松、今日は若松豪快にまくってきます。2箱切った。さあ若松まくった。若松先頭だ、若松先頭だ。後ろ切りました、完全にぶっちぎりました。3番若松先頭、4コーナー回った。若松先頭で直線です。2番手林エイジか、外から5番ですけれども、3番若松、若松が押し切りました。今日は第2コーナーから一気にまくりました若松。予選が8着、そして昨日5着の若松が今日は第2コーナーから豪快なまくりを決めております。今日はさすがに3コーナースピードが島さん違いましたね。そうですね、バックのスピードはすごかったですね。あっさりとまくり切りました3番の若松、まあ、78期生ナンバーワンですからね、このぐらいの力は当然なんですけれども、一次予選、そして昨日5着に敗れました若松、第2コーナーから今日は鮮やかなまくりを決めております。2着には林英二が入りました。林も若松正弘選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。やっと来てくれましたね、ここでね。そうですね、はい、じゃあ島さんと振り返りましょう。おめでとうございます。まあ、前に構えるって言いますか、構えさせられた、展開だったんですけど、はい、7番手に下げた時はなんか随分落ち着いていたように見えたんですけどね。そんなことないんですけど、その、はあ、中段取ろうという感じはなかったんですか。いや、それはあまり考えてなかったです。ああ、で、まあ、ホームから八幡選手が仕掛けてくれて、はあ、それに乗る勢いで仕掛けていったという。そうですね、まあ、そのバックのスピードはね、惚れ惚れするようなスピードで、いや、よかったんですけどね。もう2日間調子悪かったんで、うん、やっと自分の競争ができたっていう感じですか。うん、そうですね、もがきって、まあ、まあ、後ろがねちょっと変わってしまったんですけども、まあ、それは、責任ないところで、明日あと1日
持ち味出してください、はい、ありがとうございます。お願いします。明日は先行ですか。そうですね、先行で、はい、はい、頑張ってください。あ、ありがとうございます、はい、若松正弘選手でした。それでは決定です。第3レース1着3番若松正弘、2着8番林英治、3着5番斉藤勝、連勝短式。まさに今日は春うらら、青い空がどこまでも広がっております。豊橋競輪場です。レースは第4レース選抜戦です。距離が2025m、バンク5周で争います。風が少し変わりました。第1センターから第2センター 南寄りの風が緩く吹いております。第4レースの選抜戦であります。1番が岡山の石丸博之、2番岐阜の吉田義和、3番広島の大久保義郎、4番静岡の鈴木博之、5番が1の市野茂、6番神奈川の乗月聖介、7番岡山の三宅勝彦、8番静岡の溝上真嗣、9番大阪の山本義継、以上の9人の対戦です。第4レース選抜戦でバンクを5周で争います。春の太陽が当たっております。石丸博之、岡山の先行型、そして6番の乗月です。果敢な攻め、9着、昨日は2着に粘りました。そして今日は中部勢、中部近畿勢の前で戦うのはこの市野茂です。専門解説が小馬健也さんです。中部近畿が市野が前で回る、ちょっとこうね、意外な感じがしますけどね。そうですね、まあそれがうまくね、はい、まあ、結局3人ですからね、その補充で入ってきた市野選手がガンガン行ったとしてもね、その山本選手の後ろ、吉田選手の後ろには誰かいるわけですよね、はい、そこら辺りがやっぱり難しいところでありますよね、うん、まあ、昨日2日の補充なんですが、しかし昨日は健闘して3着の市野ですよね。そうですね。3番大久保が2番手です。3番手は6番の乗月聖介です。乗月がこの2日間は本当にその主導権を取るスピードがいいですよね。いいですね。今回やっぱりやっとこうなんか自分の、レースをね、はい、レースの中で自分 の、 アピールしたい部分を、できたっていうことで、すごく気分良くしてますよね。なるほどね、その乗月が現在3番手、8番の溝上のマークであります。石丸が後ろですけれども、4番の鈴木博之、鈴木は今8番の溝上の後位に上がっていきます。石丸が6番手回り、7番の三宅勝彦、そして9番の山本、最高に2番の吉田義和です。前の2人がちょっとこうまだ自分の番手ではないですね。そうですね。5番の市野、3番の大久保、なかなか車を下げることができません。南関東だけが中段で固まりました。みんなやっぱりなかなかね、連携させたくありませんからね。そうですよね。あと候補は2人ずつ、岡山の2人、それから9番の山本は8番手、2番の吉田義和だけはマークを取っております。前の2人なかなか車を下げることができません。愛知の市野、そして広島の大久保義郎です。3番手が乗月、そして8番の溝上、4番の鈴木です。南関勢の後ろに岡山の石丸、同県7番の三宅勝彦です。あと9番の山本、最高2番の吉田義和。どうですか、こうなると誰が仕掛けていくかですね。まあ、後ろのね、はい、山本選手あたりももう迷ってるんでしょうね。まあ、そうですよね。前がだいたい仕掛けてから最後に、はい、に行きたかったんでしょうけどね。その山本が8番手から動いていきます。大阪の山本義次、マークは2番の吉田。あ、それでドッキングしたらね、それでもう一野選手が仕掛けるかもしれませんね。これで一野がピッチ上げていくかどうかですね。中段3番の大久保、その大久保をかわして1番の石丸が今4番手があったところ、後ろから乗り付けに来ました。さあ第3コーナーで乗り付けインコースを作っていきます。3コーナーのカーブで乗り付けインコース、外が1番の石丸、ちょっと石丸が5点を踏みました。石丸ちょっと遅れました。しかしながら乗月の後ろに入って4コーナーおります。一応先行であります。一応先行です。2番手元、3番手2番の吉田義和。さあ中部近畿勢が飛ばしていきます。最終回第1コーナー、後ろ6番の乗月、その後ろから1番の石丸まくった。2コーナーかわく乗月のまくりか、石丸と乗月、この両者がまくってきます。番手から9番の山本、3コーナーカーブ、山本が番手まくり、後ろ3番の吉田義和、それから6番の乗月です。さあ3コーナーから4コーナー、先頭9番の山本、4コーナーまった。2番手から吉田、2番手から吉田、山本が頑張ってか、吉田か、山本か、一着から遅いですが、ほとんど同時、山本か2番の吉田義和が結局番手まくり打ちました。山本
吉田義勝との一着争いになりました。最後はうまく中部近畿が連携して、そうですね、はい、これはね本当にうまくいきましたよね。あの中部近畿の、ね、連携っていうのはね、はい、一着なかなかいい勝負ですね。際どい勝負ですね。まあ、結局ですね、あの一丸選手あたりは仕掛けが遅かったですよね。そうですね、ノリズキもすぐ後ろに石丸が入られたんで、なかなかこう仕掛けるタイミングってんでしょうかね。あのノリズキ選手よりも、はい、あの石丸選手の方が仕掛けづらかったでしょう ね。 なるほどね。行こうとしたら前が行きましたんでね、はい、従ってちょっとこうはまるような形になりましたけども、結局中断でマクリが少し遅れました。後ろでもたもた待っておいていただきたいと思います。なかなか判断は難しいところで、一の重選手なんか自分は2着だと思ってそうですからね。でも、こういう形になりました。さあそれでは、一着選手インタビューは9番の山本義継選手であります。おめでとうございます。どうもありがとうございました。はい、じゃあ小野さんと振り返りましょう。おめでとうございました。どうもありがとうございます、ね、山本選手ね、最近こう一着をこう取り出したような感じするんですけどね。いやもう助けてもらってばっかりなんで。ああそうなんですか、はい、昨日ね、やっぱり本田選手とか伏見選手とかこういうメンバーとね、はい、対戦してみて、やっぱりあのメンバーこんな強い人と一緒だからとにかく先行で頑張りたいっていうようなコメントだったんですけどね。結果どうだったですか、走ってみて。やっぱなんか自分がどこ走ってるかわからんようになって、ちょパニックになってね。ああそうですか、はい、じゃあもうその自分がどうだったっていう問題じゃなかったですか、もう終わってみたら。そうですね、もうついていっていっぱいっていうか、ね、あそうか、はい、まだそういうやっぱりこうちょっと飲まれてしまった面があるのかな。そうですね、やっぱり、ね、名前売れてる人と名前に負けちゃったって感じ。そうですね。ああそうですか。でも今日はね、一野選手がうまくいってくれたんですけども、それでもやっぱり後ろにね、あの石丸選手とかいたじゃないですか、はい、あそうですね、まあ、この一着は、もうそう助けてもらったばっかりっていう今コメント出ましたけどもね、はい、それでもやっぱり一着が取れたっていうことはね、そうですね、あの力で勝ったと思っていいでしょうから、はい、まあまあ、どんどんね上に上がっていけばああいう名前がある選手と戦うわけですけどもね、はい、やっぱりこう名前負けはしないように、あとは気持ちの問題でしょ。はい、そうですね、頑張ります。そんなにね、あのやっぱりトレーニングではいいタイムとか出してるわけでしょ。それなりには出てると思うんですけど。それなりに、はあ、あじゃあ 200m のタイム、最高タイムはどのくらい出てるんですか。11.1 ぐらいです。あじゃあそれだけ出せたら十分戦えるじゃないですか。そうですね、はい、だから自信を持って自分をこう、ね、アピールするような、レースをこうどんどんやっていけば、ね、結果出てるか、はい、来るかもしれませんからね。そうです、はい、頑張ってください。ありがとうございました。どうもおめでとうございました。改めて決定です。第4レースは1着争い写真判定の結果、1着9番山本義継、2着2番吉田義和、3着1番石丸博之、連勝短式枠番6と2の組1600等円。愛知県の豊橋競輪場です。3日目第5レース選抜戦です。 2025m ランク5周で争います。前半のレース解説はスポーツ日本の島秀夫さんです。第5レース選抜戦を迎えております。では対戦メンバーです。1番が神奈川の小門陽一、2番香川の中澤雅美、3番福井の鈴木和夫、4番栃木の大垣義隆、5番が地元愛知の今泉元次、6番石川の坂上忠勝、7番東京の尾崎雅彦、8番岐阜の富岡健一、9番静岡の梶原亜子、以上の9人の対戦です。第5レースの選抜戦です。福井の鈴木和夫、今日は梶原との再戦になりました。連日先行を取ります石川の坂上忠勝、昨日まくって2着一息の梶原亜子。第5レース選抜戦です。三分戦の形か、まあ、関東勢が南関と関東で4人の形になりましたよね。はい、従って2対3対4こんな形の3分戦になりそうですけれども、さあ6番の坂上あたりか。この坂上が2日間はなかなかいい動きで先行取ってますね。そうですね、あとまあ3番のね鈴木選手は前取らなかったっていうのね、はい、いいかなっていうところですか。そうですね、鈴木は出場戦で梶原子と戦ってこの鈴木は先行したんですけどね、その梶原子後ろからの攻めになりそうであります。
6番の坂上先行を取りました。2番手が今泉であります。まあ、地元の今泉も1次予選はバックで混戦まくって快勝して、2次予選ちょっと条件が揃いすぎたかなという感じを受けましたね。まあ、前のライン作ってましたからね、しょうがない面がありますよね。そうですよね。2次予選は9着に敗れました地元の今泉です。8番の富岡健一がマークを取ります。後ろ9番の梶原校中段に上がって4番手が梶原校であります。1番小角、それから7番の尾崎、4番の大掛とラインを固めております。一番長いラインの関東が中段ですね。そうですね。こうなると3番選手、はい、鈴木選手から動き出すと思うんですね。そうですね。鈴木和臣、中澤、後ろは2人だけ。4コーナーから直線です。先行取った6番の坂上、2番手が5番の今泉です。3番手に8番の富岡、中部勢が前段であります。4番手に梶原子、まあ、昨日はまずまずかと思ったんですけれども、1次予選鈴木和夫に先手を捉えた梶原がどうするかですね。まあ、ちょっと複雑な動きがありましたからね、はい、鈴木選手はああいう動きって言いますか、に切り込んだりやりますからね、そんなり前に落ちても下げるっていう、運びはなかなかしない選手ですのでね、それが後ろから押さえていくっていうのは、そうですね、なんか面白くなりそうな感じがするんですけどね、はい、ただ今日は梶原校に3人マーカーつきましたからね、一番長いライン直線コースに入りました。6番の坂上が先行を取っております。2番手は今泉、もちろんもつれば1次予選のようなまくりを持っております。5番の今泉です。8番の富岡健一、4番手に梶原校、第2コーナー待ってまだ動いてきません。さあ梶原が2コーナーから登場しました。梶原先行か、1番の小門陽一、それから7番の尾崎であります。尾崎は幕を取っています。そして3番のさあ鈴木和夫が一気にスパートしました。鈴木和夫が3コーナーのカーブで一気にスパートしました。そして後ろから今度坂上です。4コーナーあった鈴木がしかしながらピッチを落として、後ろから中部勢が出ました。さあ最終フォームから亀先行、6番の坂上、2番手5番の今泉、3番手は8番の富岡健一です。完全に4番手遅れました。3番鈴木和夫、4写真ぐらい差があります。その鈴木和夫の後ろ2番の中澤、それから梶原子、3コーナーのカーブでようやく梶原が動いてきます。しかし先頭は6番の坂上、そして2番手絶好の今泉だ。4コーナー待った、完全に中部勢直線コース。さあ2番手から稲積、外から8番の富岡ですが、今泉が抜きました。完全に中部勢、4コーナーから一気にかましました。6番の坂上、絶好の番頭もありました。今泉が直線抜け出して一次予選について2勝目が与えられます。まあ、これはしかし一気に行きましたね、坂上がね。そうですね、鈴木選手が抑えたところで、はい、なんかインギリみたいな形になってましたね。4コーナーちょっとピッチン落ちましたもんね。まあ、北陸同士ということでね、はい、坂上選手のパッケといいますか、引き出したみたいな形になってます、ね、そうですね。まあ、北陸同士でしたけど熱戦という形になったんですが、結局は坂上が先行して地元の今泉が直線抜け出しました。二次予選9着に選手等豊橋競輪場が本番区です。おめでとうございます。あ、どうもでした、はい、それでは島さんと振り返ってください。まあ、昨日はちょっと残念だったんですけど、そうですね、はい、まあ、しょうがないですけど、ね、これでだけど2勝ということでね。そうですね、はい、なんかあの前が坂上選手の今回ばかりのレースなんですけど、相性は良さそうですね。そうですね、いつも坂上君に待ってもらって、いい着と取らさせてもらってます。ああ、今日もね、ホーム出たところで勝負が決まったかなっていう感じだったんですけど、そうですね、いいかかりでしたね。まあ、どうやってワン、ツー、スリー決めようかっていう、そこら辺が心配だったんじゃないですか。いや、もう任せっきりですから。またあと1日残ってるんですけど、3勝目目指して頑張ってください。そうですね、頑張ります。おめでとうございました。あ、どうもでした。前泉元津選手でした。決定もう一度ご紹介しましょう。第5レース、1着5番今泉元津、2着8番富岡健一、3着6番坂上忠勝。連勝短式枠番4と6の組530円。3日目の豊橋競輪場です。快晴微風で迎えております。ほとんど風が止まりました。第6レース特選のメンバーがバンクに入りました。距離は 2025m、 バンク5周で争います。まあ、今日は小田さん、申し分のないレースコンディションになりましたね。
そうですね、はい、最高ですね、午後になると天気の、はい、風の止まった時は逆にバックがフォローの風になるんですね。少しまた第1センターから第2センターに全くその、ね、あの冬型ではないということですよね。そうなんですよね、申し分のないレースコンディションです。第6レース特選です。1番が三重の中津智臣、2番千葉の佐藤光三、3番奈良の安福陽一、4番岐阜の玉木克美、5番東京の佐久間紀之、6番茨城の大井隆、7番京都の酒井康介、8番が地元愛知の引田聡、そして9番千葉の手島治、以上の9人の対戦です。第6レースの特選です。3分戦の形、連日先行が手島治です。そして大井隆、昨日は短期の逃げになってしまいました。初日の第一次予選はものすごいまくりで11秒3の好ラップ、この中津のまくりがすごかったですね、一次予選はね。そうですね、もう一番最高位になりましたので、はい、本人ももう一か八かの感じだったんですよね。そうですよね、絶望的な感じ、そんな感じバックまくり打ちました。したがって中津引き立て回っていたんですけれども、バラバラになって最後はこのワンツーだったんですよね。そうですね、あれも不思議な1着2着ですよね、はい、ゴールでは1着2着になりました、中津と引き立てです。さあ7番の酒井康介が前を取りました。直接の目標はありませんけれども、酒井康介第2コーナー回っていきます。前哨戒は関東勢の後ろを回っておりました。7番の酒井が前を取っております。2番手には中津がありました。中津が2番手、3番手、4番の玉木であります。後ろ9番手島治です。この手島がこのところ本当にその先行力を磨いてきましたよね。そうですね、まあいろいろ天候的には迷ってた部分あったと思うんですけども、はい、本人がやっぱり先行で自信が出てきたということでね、はい、なんか自信持っていってますね、今ね、はい、共に4着なんですけれども、果敢な先行力、9番手島治です。同じ千葉の佐藤光三のマーク、そして3番の安福ですけれども、外から8番の引田が上がってきます。引田聡が今1番中津の行為を伺っていきます。4番玉木がこれを車を下げて迎え出ました。そして酒井康介が車を下げてきます。これで酒井が関東勢につけて3分線になりましたね。そうですね、綺麗に分かりました、はい、4コーナーから直線であります。3分線の形、中津の先行、そして9番の手島は中段4番で、6番の大井は後ろ7番手まであります。まあ、昨日は大井はちょっと短期の逃げ、2コーナーがちょっとインをついたのは逆にマーカーが迷いましたもんね。そうですね、もうこれ以上下がれないということで ね、インコースにスッと行きましたけどね。でもそのスピードのかかり具合は良かったですよね、はい、中津が先行を取っております。中津の先行です。8番の引田が2番で、3番で4番の玉木克美であります。後ろ9番の手島が中段4番で、マークが2番の佐藤光三、3番の安福がマークを取って4コーナーを回りました。直線コースに入ります。残り2周半ばです。さあ中津がちょっとピッチを落としました。1番の中津の先行であります。スローピッチで第1コーナーから1センターです。3日目の豊橋競輪場です。第6レース、赤番を通過して2コーナーからバックに入りました。さあ3分線の形から9番の手島、外から今度は6番の大井が行きました。大井先行です。大井先行を取りました。中津が幕に回って、その中津が仕掛けきます。3コーナーから4コーナーに入りました。先頭6番の大井、2番手は佐久間、3番手が酒井、そしてインコース9番の手島か、直線コースに入りました。サイド中津が行った、サイド中津が行きます。さあ6番の大井の先行、外から中津がこれをかわすか、第1コーナーか、大井と中津ランナー、大井と中津ランナー、そしてインコースに5番の佐久間になります。2コーナーからバック、8番の引田がさあ2番手を取りました。先頭6番の大井、2番手来た、そして7番の酒井康介、内側に5番の佐久間、3コーナーか4コーナー、激しい攻防になりました。先頭わずかに大井だ、大井先頭だ、2番手から引田か、外から酒井康介、そして佐藤光三か。第6レース特選競争、非常に際どい勝負になりました。激しいレースになりました。第6レース特選競争です。そうですね、やはり力が、はい、あまり変わらないような、ね、ジークタイプばかり揃ってましたので。そうですね、でも6番の、ね、大井選手の先行は光りましたよね、はい、ここは酒井が抜け出したような感じですが、よく引田選手とかですね、切り替えてね、
やっぱり初日目標を失いながらも突っ込んできたね、やっぱりあの力がまたも今日も出ましたよね。正式決定まだ待ちください。パークと TV でスポーツアイをご覧の皆様にも途中からお楽しみいただきます。より選手インタビュー第6競争は坂井康介選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。まず小林さんからいきます。おめでとうございました。どうもありがとうございます。よく飲みましたね。はい。まあ昨年からね、坂井選手なかなか優勝したりと、好調は続いてるんでしょうけども、なんかいい成績取った後に大きな着取ったりっていうのがちょっと見られましたけどね。そうですね。最近はどうですか、今年になっては。まあ相変わらずそんな感じですけどでもコンディション的にはずっと整ってるわけでしょ。そうですね、体調的にはずっと変わらない、だってこのレースだってそんなにね簡単に取れるような体勢じゃ全然ないですからね。ああそうですね、ちょっとしんどかったですね。まあ、昨日の時点からこのメンバー構成を見て安福選手が行かない方の3番手ということで、結局は最終的には自分で追い込みられ負けにないしようっていう気持ちが強かったんですか。そうですね、もう、まあ、3番手ならね、はい、すんなり回るんですけどね、後手組みはやったらね、切り替えて H 自分取りにっていう感じ、坂井選手の場合そのまあ鋭くまくるとかですね、追い込むまくり気味の追い込みっていうのは武器だと思うんですけど、位置取りに関してはどうなんですか今後。あ、位置取りですか。そうですね、自分が目標にする選手がいなくてそういう場合の位置取りっていうのは。そうですね、積極的に行かなければいけないですけどね、それは課題ですか。そうですね、課題ですね。じゃあ今後やっぱりそういうレースになった時行こうかなという気持ちはやっぱりあるということですか。そうですね、はい。そうですか、はい。じゃあそういう場合にはそういう見方していいということですか。はい。じゃあまたそういう部分に期待してですね。はい、はい、今日おめでとうございました。また明日頑張ってください。今日男が勝ったんで今日女に一言、はい、しましょう。こんにちは、奥野美子です。おめでとうございます。ありがとうございます。私も京都出身なので京都の方が頑張ってらっしゃるのを見ると非常にこちらも元気が出てありがとうございます。どうも。ぜひこの後も頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。おめでとうございました。坂井康介選手でした。では決定です。第6レース1着7番坂井康介、2着8番